御堂。村正。返事か。怪しい男を発見。足音を立てずにこっちへ来て。承知。運用能力よ。私もすぐには気づかなかったけど、あの男はガッサンの人じゃない。ああ、俺はおそらく疲れずに追跡することは可能か。当然と言えないのは悔しいけれど、この森は完全に向こうの庭。ただ追うだけでも難しいでしょうね。隠密林にというのはどう考えて。無理、無茶、無謀か。仕留める。あれに追いつくのがまず問題。そして守備よく行ったとしても、大観覧が警戒して一層深く潜んでしまうようなことになれば本末転倒もいいところだ。そうね、ごめんなさい、つまらないことを言った。よくはかくまい。あれが行動の様子を大観に伝えてくれるのなら、それはこちらの予定通りだ。このまま見送るだけで十分。手出しは無用。ええ、だが石膏をこれ以上放置しておいても益はない。敵の戦力を減らしておくことにする。村正、立ちを遅れ。了解。大事なし。かすり傷だ。うひ、勘弁してくだせえよ。あんたいつの間に。気づかれていたの？こういう芸のできる人間は他に一人しか知らない。あれは確か3年前だったか。俺の妹が同じようなことをやってみせた。お前で二人目だ。乃木山組の反町一蔵。
覚えていただいてたんで、そいつは光栄です。警察の旦那。たまたまだ。別段覚えようと思って覚えたわけでもない。だが今後当分は忘れないだろう。随分と世話になったことでもある。さて、私が旦那にそれほど大したことをいたしましたかね。おととい空から叩き落としてもらったばかりだ。あいにくと地獄の底までは落ちきれず、かように健在だが。お気づきでしたか。無論のこと、その声を聞き違えるのは難しい。よく言われます。しまいましたね。ここまでやるほどの義理はないんですよ。私は玉かけての切った張ったご勘弁願いたいところでして。こちらの事情は別、かっこ撃破の機会は逃せない。命までは無用だが、手足を一本封じておきたい。でしょうね。見逃してくれってのはちょっと虫が良すぎますか。剣を使うか。そうしたら旦那はどうなさる。俺も剣を使い切り伏せるまで。はあはあ、村正ですか。しかしね、そいつはいけねえでしょ。大大君は私を偵察によこしゃしましたがね、確認みたいなもんで、あんた方が行動を埋め潰そうとしてるってことにはもうお気づきですよ。そこで轟音立てて私と旦那が派手に空でやり合い始めたらどうなります。私の火星に来る。まさかね。大官殿はもちろん山の作業を潰しに行きますよ。そしたらどなたが大官殿と小太郎じいさんの相手をするんで。一切指摘の通りだが、ならばこのまま決着をつけるまで。そいつも。お許しください。あちだ。ごめんなすって。
ミド、そこ却下。なら、見逃すしかないっていうの？いいな。村正、このまま追うぞ。了解。から開ける。村正、糸を飛ばせ。槍と箸、同時にだ。了解。川へ落ちたみたい。悪運の強い男ね。するの？命に別状はなさそうか。ええ、あのまま
うっかりと寝返りを打って溺死したりしない限りは平気でしょ。骨折もしていないようだけど、予告通り手足を何本かもらっていく？いや、いい。あの様子なら打撲で数日は動けまい。無力化には成功したと言っていいな。これ以上は不要。それもそうね。行動へ戻るぞ。あまり長い間留守にしていたくない。ええ。こら、フナ、待ちなさい。こっち、こっちじゃないの。じっちゃまが言ってたでしょ、今お山は危ないんだから寄り道しないで帰らないと。すごい音聞こえた。それが危ないことかもしれないんだってば。もう姉やの言うこと聞きなさい。ミッケ、ミッケじゃなくて、え、何？人間、男。え、どうしよう。あの大丈夫ですか。おーい、おーい、生きてる？フーナ、やめなさい。起きた。もしもし。どうしよう。とりあえず川から出してあげた方がいいのかな。おいちゃん、どうした？フーナおいちゃん、あの大丈夫ですか？どうしたんですか？いや、何、大したことじゃありませんよ。気にしないでおくんなさいませ。そう言われても相当偉いことになってるような。私は死がないチンピラの小悪党でしたね。はあ、チンピラ、悪者？ええ、だもんで善玉の野郎に退治されちまったんでさ。そりゃね、世の中こうでなきゃ悪党は退治される。でないとどっちも張り合いってもんがないじゃありませんか。よくわからないけど、放ってはおけないよね。よし、フナ、手伝って。はーい。遅い。うん、石膏の反町一蔵を制圧したことが裏目に出たのかもしれません。多少慎重になったのは事実であろうがな、その程度のことで穴熊を決め込んでしまうほどあの男はまだ枯れておらんよ。ほっ、あやつは行動を諦められん。故に来る。
これは間違いない。はい、しかし問題は時間です。もう少し派手に誘いをかけましょう。この際です。本当に行動を潰しかねないほどの爆破を。いや、ゴロ、どうやらその儀は無用の様子。やつめ、ようやく堪忍袋の尾を切ったわ。風魔小太郎。ほう、あれが。なるほどの、なかなかに癖者と見えるわ、あの鋼鉄。まさに。しかし、ん、大官が。構わぬ、行け、御堂。いや、野源太郎、これは誰の留守を大官が襲う。分かっておる、そちらは宇手が引き受けた。無謀です。武者に常人が挑むなど。無謀は無謀だがな、なんとかなろうさ。向こうは翼を失った武者、こちらはこちらで少々の手詰まがある。そう悪い勝負でもない。ご老人、死ぬおつもりか。いやいや、孫どもも幼い、まだ死ねぬよ。案ずるな、御堂。打ては守るべき者のために戦う。そしてそういう者は死んではならんことを知っている。死んで守れるものなどないからな。ここは冗談だ、笑ってくれてよいぞ。は、行かれよ。出陣の花向けに一言を送るなら、御堂、誰の剣は紛れもなく天下至強。良きにしろ悪しきにしろ、その力は絶叫。何者にも劣るを知らぬ。されば御堂、なればその司教をひとえに信じよ。それだけでよい、それだけで打ち勝てる。なれらの前に立ちふさがる者あまねくすべてに。は、受けたまわりました。御堂、酒はいける口かな。それは一応人並み程度には。では今宵は一献酌み交わそう。思えば御堂と出会ってからはせわしないこと続きで、そんな暇もなかったが、年寄りにとって若い者との酒は何よりの薬だ。というにうちの孫は二人とも娘、しかもまだ子供とあってはどうにもならぬ。得がたい機会よ、御堂、付き合ってもらえぬか。御意に。では今宵。
村政。ミド。機体状況を送れ。了解。戦闘に一切の支障なし。承知。参る。もうよかろうよ。さっさと出てまいり。それとも、うてにさえも臆したか。抜かせ。あの孤爵な若造を避けたのは事実。復旧を遂げるまでは何を言われようと構わんが、貴様などに怯えねばならぬ理由が一体どこにある。あまり笑かしてくれるなよ、ヤゲンタ。それは上々。ようやく決着をつけられるというものだ。こちらのセリフを奪うでないわ。暇さらになって腹を決めたたわけが、高端ぶるのもほどほどにしておけ。俺まで道化芝居の役者になる。道化よ、右京。誰も打てもな。道化以外の何だという。五十の坂を下りながら、かくもろくでもなき理由で切り結ぼうとする我らが、およそ人並みの知恵があればなされぬ諸行であろうよ。これは出来の悪い滑稽劇。人の失笑を買う種以外の何者でもない。違うとは言わんがな、我らの姓をここまでくだらぬ芝居に仕立てたのは貴様の兄弟よ。30年前に殺していればよかったのだ。30年前に殺されていればよかったのだ。30年。貴様がくれたこの年月、ヘドのような30年だったわ。何を得ても何を奪っても心が満ちぬ。それが代わりでしかないからだ。ただ閉じた輪の中を回るような、くだらぬ時間であった。そうか、やはりなれはそういう男よ、右京。いくら歳月が流れようと変わるわけがない。なれにとっては決着がつかぬ限り何事も決して終わらんのだからな。そこを打ても一姫も見誤った。時の癒しは誰にも平等と思い込んだ。誰の上にもいずれと。誰の性格は知っていたはずなのにな。一言だけを浴びておく。すまなかった、右京。今さら俺がそんな言葉を欲しがると思うのか。思わぬよ。誰には長老としか聞こえまい。だがこれもけじめというもの。半ずるな。口先の詫びで済ませるつもりはない。遅れた決着をくれてやる。なれを終わらせてやろうぞ、右京。30年分の負債、今ここで清算する。言いよったわ、老輩が。貴様一人で俺を終わらせる。おざげ、今となっては貴様を殺し、お山の神を殺し、一姫を奪わぬ限り何も終わらぬ。貴様などその最初の踏み台に過ぎ、叩き潰して打ち捨てる。勝手に土へ帰るがいい。
悪行一憂。またその棒切れか。何のまじないかは知らぬが、そんなもので俺にどう抗うという。こうするのよ。世に鬼あれば鬼を断つ、世に悪あれば悪を断つ。剣の断りここにあり。右京、これが何かわかるか。剣か。しかり、我らが坑道を掘り始めるとき、守り石を砕き、中の神宝を奪ったであろう。これはその断片よ。ほう。するとそれは曲がりなりにも天下一名物ということか。あの剣、脳にも扱えぬので反町に渡してしまったが、欲しいことをしたな。貴様が使えると知っておればくれてやったものを、いささか面白くなったであろうに。おごっておれよ、右京。片輪の武者ごとき、この小太刀一つで釣りが来る。随分と安く見積もられたものだ。釣りをもらうのはこちらよ、ヤゲンタ。すぐに知れる。参れ、右京。